事の編集部。先輩、ついに車を買い替えるんですか？おお、今の愛車ハリーナ GT も良い車だから、僕ぐらいになるとほら、分相応の車に乗らないといけないからね。じゃあ三輪車ね。バカ野郎、車輪が1個足んねえぞ。今のボロ車のままでいいんじゃないの？お似合いよ。ダメだね、やっぱりアルファードかベルファイア、エルグランドあたりじゃないとね。ってことで茶坊主、次号の関東は良い車仲間の高級車を買う。お、ぶち抜きであるからな、ページ開けとけや。誰が読むんすかそれ。何お前、車買うの？ええ、ついに思い切りましたよ。ヤクザ M 氏。で、どんなの狙ってんだよ。そうですね、やっぱり大物の僕にふさわしい、それなりのグレードのものじゃなければね。じゃあ三輪車か。だから、ルツワだってば。もうみんなで僕をバカにして。そう、いけるなって。知り合いの車を紹介してやるから、軽トラからフラーリまで何でもあるぞ。お願いしてた。早速郊外に M さんの知り合いの車屋へ。さあ、好きなの選ぶ。そうだな、そっか、これがいいですね。ベルファイアのフルエード。やっぱり大物らしく、運送の車に。さっきから運送って言うけど、なんだそれ。なんか根本的なことが分かっていねえな。そうですか、組長がカローラ乗るわけにもいかないんじゃないですか。確かにそうだが、社長さ、バツ総長覚えてる？覚えてますよ。ロールス好きのでしょう。ロールスとはさすが。しかも同じ色、同じ型のこだわり。俺も一度見たことがあるが、あれは勘だったぞ。すごいこだわりですね。そこまでロールス好きだとは。これがただ好きっていうわけじゃないんだ。バツ総長は大手組織のトップ、用心深さは人一倍だった。戦後のグレンタイ時代から高層に次ぐ高層の人生を送ってきたんだからな。それも納得がいく。バツ総長が出かける際にはその5台のどれかで出かけるんだが、どれに乗るかはその日の気分次第。つまりもし襲撃しようっていう人間がいても、その時に総長がどの車に乗っているか誰もわからない。時には総長を乗せず空の車を乗せたりもした。言うなれば影武者かであるわけよ。なんと、身の安全のために大型の車を何台も走らせ、自分がどう動いているかわからなくする、組織のトップならではの安全策である。これが本当の文章ってやつじゃねえか。おっしゃる通りで。そういえばこだわっているといえば S 組長もそうでしたね。初代センチュリーしか乗らないという。なんですそのこだわり。俺の知り合いの S 組長は初代のセンチュリーにしか乗らない。色も必ず黒でさ。センチュリーって基本的にずっと同じ形なんだが、初代は窓に三角窓がついているのが特徴なんだ。壊れてもまた同じ形を探して購入するこだわりようだった。そんなに三角窓が好きだったんですかね。原価すぎかが。え？ S 組長が若い頃、知り合いと一緒に車で出かけた際、敵対する組織に襲撃を受けた。運転手も知り合いの弾を受けたが、奇跡的に S さんだけ無傷だった。それ以来彼は初代黒のセンチュリーしか乗らないんだよ。まさにアウトローらしい車種選択。元暴走族上がりのヤクザならやっぱり速い車も乗りてえしな。かといってそこらの走り屋みたいな車には乗れないだろう。外目もあるし、まあ中には関係ねえっていう人もいるけどね。それこそ軽自動車に乗っちゃうような。でもまあやっぱ俺の世代っていうのは華々しい不良に憧れてたんだ。俺がまだ単車に乗ってた頃だった。とてつもなくかっこいい人がいてな、このバツ組長って人に憧れてヤクザになったようなもんだ俺は。いつか俺も真っ白いリンカーンコンチネンタルに乗って馴染みのクラブに繰り出すような男になってやるってな。あの頃は必ず不良っていい車に乗ってましたね。憧れましたよ。本当だな、今やみんなミニバンでさ、個性なくなったよな。でもヤクザがヤクザらしくいれなくなった時代なんだから、個性もなくなったって当然だ。ヤクザの車選びも時代とともに変わるんですね。ところでお前、今回の予算はいくらなの？そうですね、まあ言ってもらえば N さんの知り合いの方なら勉強させていただきますよ。マジっすか。じゃあ僕の愛車カリーナ GT を下取りにして、やっぱりさっきのベルファイア買います。翌日、結局愛車の下取りがあまりにもポンプすぎて値がつかなかったらしいでしょう。もちろん借金まみれの中山はローン申請に落ちたことは言うまでもない。